後半入ります。お願いいたします。どうぞ。はい、NHK の高橋です、はい、自民党のですね、災害局の方で、山口は島根の大雨被害をですね、激甚災害に指定するよう、まあ、求めることを決めたようですけども、はい、まあ、政府 の、 現時点の検討状況、まあ、あとは見通し、お願いします。まずですね、まあ、政府では西村内閣副大臣をですね、団長として政府調査団を山口県と島根県に派遣をし、被害状況および現地の課題についてですね、調査をいたしました。で、私に今日副大臣からその報告を受けたところであります。今ご質問いただきましたように、地元自治体からはですね、激甚災害指定、被災者生活再建支援制度の適用等の要望を受けておりですね、まあ、関係省庁に対して道路、水道等の公共施設及び農業等の被害の早急な把握をまあ指示したところであります。またこの JR 山口線をはじめインフラライフラインは地域社会の基盤であることから、まあ、早期の復旧が必要であるというふうに考えております。さらに観光面でのですね、風評被害も懸念されており、関係省庁に対し適切に対応するようにまあ指示をしています。で、今のその激甚災害指定でありますけれども、まあ、従来やはりこの指定その時間がかかってました。ここをできるだけ速やかに、そうした指定についてのですね、さまざまなその調査を早くして、できる限り地元の要望に応えるように、まあ、そういう指示をしました。はい、被害額が確定した段階で、まあ、指定するということ、指定する方針だということで、まあ、従来はそうですよね、まあ、大体そういう見通しが立った時点で、やはり早急に予防に応えるべきだというふうに思っています。や島根だけではなくてですね、まあ、北陸とかあと山形などでも、まあ、被害が出てますけども、この地域もその対象になるんでしょうか。まあ、とにかくそちらにも政府のこの調査団を派遣をしますので、まあ、そうしたところをできる限り早く復興に努めるように努力したいというのは、これはどことこという限らず同じ考え方であります。長官、はい、毎日新聞の記事です、はい、午前の会見でも出た内容で恐縮ですけれども、はい、麻生さんの発言についてお尋ねします。撤回した後も与野党から、まあ、批判の声が続いているようですけれども、野党は明日からの臨時国会でも追及の構えを見せています。で、午前の会見では、まあ、撤回ということをもって、まあ、この件は終了という趣旨で受け取ったんですけれども、今後政府として改めてご説明をするなどの機会を設けるお考えありますでしょうか。朝の会見で申し上げましたけれども、まあ、本人もですね、今日誤解なきよう発言を撤回したまあ、というところでありますし、安倍内閣としてですね、このナチス政権を肯定的に捉えることは断じてこれはないわけでありますし、我が国はこの戦後一貫して平和と人権を徹底的に擁護する社会をですね、今日まで築き上げて国際社会に貢献をしてきたと。で、この方向性は全く変わらない、そういう思いでありますので、このことについては、私の会見、でですね、皆さんにご理解をいただきたいというふうに思っています。はい。追加でもう一問質問します。で、麻生さんの発言から長官がご進言されるまでの間、3日間というタイムラグがあったわけですけれども、うん、その間には、まあ、ユダヤ団体の反発の声明ですとか、うん、あるいはその米国各地の違反的な記事も掲載されています。こういった国際社会の反応というのも一つの、まあ、進言のきっかけになったんでしょうか。
まあ、そういうことよりもですね、新聞報道を見まして、事例として誤解を受けるようなことであればですね、そこは早くこれは撤回した方がいいわけですから、当初はこれやはり本人が一番よく分かることでありますので、私本人に聞いてほしいということを言われたんですけども、まあ、本堂全文を私受けまして、本人に、まあ、誤解を受けるような状況になっていると、ぜひこのことについてですね、本人の考えを述べたらどうですかという話をした、そしたら本人の意図と全く違う方向で捉えられていることで、まあ、撤回をするという、まあ、そういうことだったと思います。はい、関連になります朝日新聞今度ですが、この問題がですね、まあ、もう撤回ということになったと思うんですが、一度、まあ、著作権に流れてしまった関係からですね、今後、例えば安倍政権が進めていくですね、NSC や集団的自衛権、もしくはこう議論ができるようになった憲法改正とか、いわゆる安倍カラーといわれるものの政策を進めていく上でですね、アメリカなんかの印象に、今後、支障といいますか、出る懸念というのは、まあ、本人も今日、正式に撤回をされましたし、安倍政権の考え方、もう明確でありますし、また今日まで日本が歩んできたこの平和と人権、こうしたことは理解をされるんだろうというふうに思っています。はい、北海道新聞の佐藤です。関連してですね、ナチスの件なんですけど、第二次世界大戦のですね、その歴史認識をめぐるその発言として、特に中国とか韓国がその、まあ、日本がかつて大戦で行った行為と絡めてですね、その疑念を生じているような発言もしているんですけども、こういうことについてはどのようにお感じになったでしょうか。ですから本人の真意とは全く異なる、まあ、誤解を招いた発言であるというふうに本人がですね、まあ、説明しておりますし、そういう中で撤回をしたわけですから、そして、私から安倍内閣のこの考え方というものをこの会見で述べてますので、そこは理解をしていただけるんだろうというふうに思います。やや激しい点だと思いますけれども、野党からですね、責任を取っている人員とかですね、そういうような声も、まあ、出ているんですが、そういう必要性は全くないと思います。そこは当たらないと思います。はい、産経新聞の山本です。先ほど、参議院の脇議長が決められたかと思いますが、どのようなお話だったのかというのを、幹事長にご就任されて、そのご挨拶と、まあ、それと参議院のこれから、まあ、委員会の進め方、そうしたことについての幹事長としての抱負がありました。まあ、それと安倍内閣としてデフレ脱却、そこは全力で取り組んでほしいと、まあ、そういうことです。はい、東京新聞の杉です。麻生さんの関連についてちょっと戻ってしまうんですけれども、麻生さん、前回にもちょっと失言と取られるようなことがあって、長官が注意されたことがあったと思うんですけれども、その、まあ、誤解されやすい発言をするということについて、まあ、なるべくならない方がいいと思うんですけど、その辺をどういうふうに長官今後の対策として考えていらっしゃるのか。私どもこの国務大臣はですね、やはり自らの発言に自らの思いと違うように受け取れるようなことは極力避けて発言をすべきだろうというふうに思っています。これは総理だけでなくて、私自身も含めてですね、私どもも常にこう自戒をしながら発言をしていくべきだというふうに考えています。はい、どうぞ。通信の高潔です。話題がちょっと違うんですけれども、自民党 の政調部会でですね、概算要求に関する議論が始まりましたけれども、まあ、いろんな業界や、まあ、団体の意向などもあってですね、歳出圧力が強まるのではないかという、まあ、懸念なども出ていると思うんですけれども、こうした声に政府としてはどのように答えていかれるお考えでしょうか。まあ、いずれにしろですね、デフレ脱却というのは安倍政権として最優先の課題ですから、そのデフレ脱却と財政再建
この健全化ですね、そうしたものをこう両方とも実現できるように、さまざまなこの考え方の上に立ってですね、これからしっかりと進めていきたいというふうに思います。昔古いイメージで言えば、ばらまきというような批判も自民党に対してはいろいろ寄せられた時もあったと思いますけれども、そうしたふうに逆戻りするのではないかという懸念もあると思うんですが、そうしたのはいかがですか。それは全く当たりませんし、政府としては必要なものについては、大事なこれ、国民の皆さんの税金ですから、そこはしっかりと投入されますしますけれども、無駄なものについ対してはですね、たとえ1円になりとも、そうした予算を組まないということです。よろしいですか。はい、ありがとうございました。